田中刑事は日本の生物学者、東京都医学総合研究所理事長兼所長、ハーバード大学のアルフレッド・エルコールトベルクと共にプロテアソームを発見した。日本学士院賞等を受賞、文化功労者選出、徳島県徳島市に元職業軍人の子として生まれる、1968年徳島、 県立城北高等学校卒業。1972年徳島大学医学部、栄養学科卒業。市原明に指示し、1974年徳島、大学大学院栄養学研究科修士、家庭修了。1976年徳島、大学大学院医学研究科博士家庭中退、徳島大学高祖研究施設助手。 1980年徳島大学医学博士。1981年から1983年までハーバード大学医学部生理学部門に研究員として留学。1995年徳島大学高素科学研究センター助教授に昇格。1996年東京都臨床医学総合研究所分子腫瘍学研究部門部長。 1998年東京大学大学院、診療域創生科学研究科連携講座教授。2002年東京都医学研究機構東京都、臨床医学総合研究所副所長。2006年東京都医学研究機構東京都、臨床医学総合研究所所長代行。2011年東京都医学、総合研究理事長兼所長、日本学術会議会員。 この間、東京医科歯科大学客員教授、お茶の水女子大学客員教授、順天堂大学客員教授、新潟大学客員教授、徳島大学客員教授などを歴任した。ありがとうございます。